味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、山です。直樹です。このポッドキャストは味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。配信時は毎週日曜の夕方4時頃を狙っております。収録場所は我が家です。とすんなりね、今日行きました。はい。何しましょう。いやー、久々に時事ネタやりましょうよ。時事ネタですね。時事ネタ千本ノックということで、はい、お送りしたいと思います。今は1月の25?4?3?24 です。はい、そこら辺です。じゃあまず一発目、はい、笠井智美の写真集刊行の 見通し立たず、講談社予約取り消しを案内。まあ、まとめると表紙に使う予定の手ぶら写真ね、いわゆる、はい、外国人の男の子に手ぶらを刺して問題になったと。はい、で、笠井智美 AKB のね、今度ソロになると、はい、で講談社は刊行の見通しが立たないとして予約取り消しを呼びかけた、はい、ヤンマガが発行するんですけど、まあ、2月上旬と告知していた、うん、で笠井はラジオで発売するとは言及するものの、中では いつみたいな感じになっちゃってると。あ、どうすか、知ってます、笠井智美さん。知ってます。あの黄金伝説に逃げ出した笠井智美さん。はいはいはい、みんなね、この逃げの逃げ馬って呼ばれてますよね。こういうのってさ、じゃあこれで予約取り消しになりますと、まあ、要はもう吸ってるわけでしょ。吸ってるわけですよ、ね、うん、どこにどうなるんだろうね。いやー、どうなんだろうね。実際そのヤンマガの表紙でそれが使われる予定だった。はい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 、はい、それが一部、うん、もうは早めに入れてるとことかが、はい、こうあって、はい、でも売り出しちゃって、はい、回収するんだけど買っちゃったやつがいるんだって、はい、それがヤフオクに出回ってるらしい。ああ、なるほどね、うん、今はそんな状況、うん、まあね、どこが責任取るのこれ。どこがってさ、講談社でしょやっぱり。まあ自分の責任でね。だってね、彼女はね、うん、なんかこう、まあ彼女ちょっと豊満なタイプだから、はいはいはい、そういうところを売りにしてそれで頑張っていこうっていう矢先にね、はい、やられちゃうとね、はい、出花をくじかれたってやつですな。まあかわいそうですね。なんかまあなんかいろいろ言われるけど、運が悪いとこもあるよねこの人ね。そうだね、うん、まあそういうのも含めて自分がね引き寄せたものかもしれませんけれども次行こう。はい、じゃあスポーツネタいいですか。はい、ね、すごい話題になってるやつ、うん、糸井が、日本ハムファイターズの糸井が、大型トレード、ごめんなさい今全然僕のこのヤギのトレード発表と。ヤギって何。ヤギっていう選手、ヤギ投手で、まあこの2人は、はい、完全に主力です。うんうん、日ハムの糸井に関して言うと、うん、4年連続ゴールドグラブ3割達成、はい、でもう本当に中心、ド中心選手、3番とこだったり180何センチかあって、もう本当にこれから日本を代表する選手になるような感じの人で、これはびっくりしたと。でオリックス対して、オリックスは木佐貫投手、大引き内野手、赤田外野手と2対3のトレードが成立したと。で、ぶっちゃけ言うとこの日ハム優勝したじゃんパ・リーグ、はい、で結構ごねてたんだってその契約に関して。ああ、はい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 、で確かにその、うん、評価が低すぎるというのは誰の目にも明らかで、なるほどなるほど、日ハムちょっと渋いんじゃないのって言われてて、うん、でなんかこうあと1週間ぐらいでキャンプインじゃないですか、はい、のところでいきなり発表みたいなね。じゃあやっぱりなんかもうお金が出せないってことなのかですかね。いや、お金が出せないっていうよりかは一部では大谷くん、大谷と、大谷と、はいはいはい、大型新人、はい、ドジャースに行こうとして辞めて、うん、日ハムの、まあ、入りましたよね、はい、二刀流と言われているあのピッチャー、もともとピッチャーなんだけど、はい、外野手、大型外野手になろうかとか遊撃手になろうかとか、そいつがいるからもしかしたらてんっていう話もあるぐらい、いらねえんじゃねえかみたいな。そう、なんかね、でもベテランの生え抜き選手が、うん、トレードされる、もう本当にこれメジャーリーグではまあ当たり前のようなことなんだけど、うん、まあ順調に日ハムの場合は下の若手もね育ってきていますと、はいはいはい、で主力のショートの選手が金子って言うんだけど、それがこの間膝の靭帯、昨シーズン膝の靭帯切っちゃって、あら、ま、して、まあ、間に合わないだろうと開幕言われてるんですよ、はい、でどうしてもその内野手が欲しいと
あで、その大引っていう選手がその去年もすごいオリックスでは、試合に出てた選手なんだけど、うん、それが欲しい欲しいと言っていて、うん、でなんかこうごたごたしてる中で、じゃあオリックスは糸井ぐらいくれよみたいな感じになったらしいね。あ、どうやら。じゃあまあ一応はウィンウィンちゃウィンウィンっていうか、ウィンウィンちゃウィンウィンだけど、まあプロの世界だからね、当たり前ですっていうものの、うん、ここまでなんて言うんだろう、もう WBC 今度あるじゃん、はい、3月に、はい、で、もうほぼ日本代表確定してるような選手が、うん、この時期にトレードに出されるって、まあそうだよね、ダルビッシュもびっくりみたいなね、うん、言ってました。集客とかの話もありますしね、あるあるだけじゃなくてね、あれが抜けたらみたいなね、ほんとそう。次行こう。はい、次はですね、じゃあちょっとスカイツリーネタ、スカイツリースカイツリーネタっていうジャンルがある、あるわけですね、はい、鳥の糞で困ったと、おカワウ飛来で糞落下、困った運営会社対策に試行錯誤、はい、東京スカイツリーに先月中旬から水鳥のカワウが群れで訪れるようになり、うん、落下する糞の対策に追われてますと、うんうん、運営会社の東部タワースカイツリー社が試行錯誤していると、はい、頭上から鳥の糞に注意してくださいと呼びかけているほか、水かきのあるカワウが止まれないように庇に細いワイヤーを張ったりとか、まあいろいろやってるんですけど、目の前実はあれじゃん、あの川が、川ですよね、があってあそこにね結構いるのは知ってたんだけど、結構高いところから落とされるとさっていうところ、なかなかね位置エネルギーがつきますからね。そうなんですよ。てかさ、頭上注意してくださいってできるわけねえじゃん。できるわけねえんですよ。なんかねこれ、うん、あの NHK のニュースとかにもなってるの見たんだけど、うん、魚を食べる川の糞は臭いため夏になると周辺の悪臭が漂うことをすごい心配してると、近隣の人たちは。なるほどね、うん、もともとなんですか、逆に川はいなかったんですか。いたんじゃない、いたんだけどその泊まる場所っていうのが、あ、できちゃったってことか。できちゃったってことなんじゃないかな。できちゃった、泊まっちゃった、泊まっちゃったじゃあ次行きますか、はい、ですね、じゃあ経済ネタいってみますか。はい、海外誤算、キリンの国内回帰、はい、どうですかこのネタで。はい、いいですよ。大手ビール会社、海外シフトを詰める、あ、大手ビール各社が海外シフトを務める中、はい、キリンホールディングスが国内事業の回帰に経営の舵を切ったと。お、シンガポールの飲料大手、うん、フレイザー&ニーブとの資本提携を解消、うん、せざるを得ないような状況に陥るなど海外事業が苦戦してますと。まあ、これはね、回帰っていうかその外がダメだから戻るってこと？まあぶっちゃけ言うとそうみたいなんだけど、ううサントリーが今度、うん、はい、あの元々あれ一族会社で株式上場してないんですよ。うん、公開してなくて、はい、それを公開して海外に売って出るぐらいなことをやろうとしてるわけですね。はいはいはい、それな中で、まあ、海外の会社を買収したりとか結構してるんですよ。はいはいはい、まあ、うちの友達の会社なんですけど、はいはいはい、中でキリンは、ちょっと海外がうまくいかなくなっちゃって帰ってきちゃったかなっていうところですかね。なんかどうなんだろうね、普通に日本ってねだんだん人口も減りますし、まあまあ、ね、海外に出るしかないっていう中でこういう決断をするっていうのはよっぽどその悪いということなのか、それともうまみがないっていうことなのか。まあうまみがないっていうのもあるだろうね。うん、東南アジア系を狙ってた。東南アジアはもちろん狙ってたと思うけど、うん、まあなんか、うん、第三のビールが伸びが鈍化してるというのもあるっていう。今何のビール売れとんやろな、のビールっていうか飲み物を。ハイボール？ハイボールもちょっともう下火だけどね。うん、でオーストラリア、ブラジルなどで M&A を矢継ぎ早に実行して、07年から11年の投資額が1兆円規模に上るものの、はい、原材料の価格の高騰とか現地メーカーの価格競争に苦戦していると。うん、うん、確かにね、グローバル経営力の不足は率直に反省しないといけないと誤算を認めていると。どうなんだろうね、なんかさ、ほらビールって、うん、なんつったらいいのかな、結構その国によって味違うじゃない。違う違う、海外のビールとか、うん、もちろんもういろんなものそうなんやけど、うん、ワインってけどフランスのがもう物差しとかあるじゃない、はいはい、で、うん、正直俺らもさ、カリフォルニアワインとチリワインとフランスワインって分かんない
わかんない。じゃない。けど、なんか東南アジアだと、ああ、暑いとこだからさっぱり系だね、とか、ヨーロッパだと黒ビールでやっぱりこういう、なんか違うんだね、とか。で、やっぱり日本人は日本人のね、ビールが合うよね、とか、いうぐらい違うから、なんかビールでグッて行ったりするのって難しいのかね。なかなかね。うん。水、けど水なのこれ。何なんだろうね。うん。ビールだけじゃないか。ビールだけではないね。次行こう。はい。アップル、10月から12月期は売上高が予想割れ、時間外で株価急落。はい。まあ、僕らの好きな、というか、チャイン山が好きなアップル社、Mac ユーザー。まあね。まあなんかここまで来ると、あと下がるだけかなというのはちょっとありますけどね、やっぱりね。なんかさ、やっぱ、カリスマがね、お亡くなりになられてからどうなるって言って、下がったら、ほら下がったって言いたいんじゃないの、はいはいはい、みたいなね。そう、言いたいんじゃないのって俺思う。だから上がったり下がったりするでしょ、株なんて。あ、そうよ、そうよ。うん。まあ、10月か12月の決算がスマートフォン、iPhone の販売台数がアナリストの予想に届かず、売上高が3期連続で市場予想を下回ったと。うん、そんな中で、こう、やっぱり株価が下がっちゃったと。うん、とはいえね。けど、いや、俺もね、別に、うん、特に携帯なんてさ、スマートフォンなんて、Apple、うん、じゃなくてもいいわけさ。はいはい、究極言うと、別に Apple だから買ってるわけじゃなくて、多少も、なんつうの、こう、デザインがダサかったとしても、うん、使い勝手がいいものがあればさ、乗り換えるよ。そうだね、けどさ、どう考えても iPhone が使い勝手いいやん。いい。なんなあの、カタカタ感みたいなさ。カリカリしてるね、カリカリ。そうそうそう。なんかもう、どう考えても痩せ我慢で使ってるとしか思えない出来じゃない、他のやつって。本当だね。悪いけど。かなり言いますね、それについては。うん、だってそうじゃない、操作感とか。なんか、さらりとしてないよね、うん、そこは。で、まあ、タブレットもそうでしょ、タブレットっていうか、まあ、今、実は iPad 使ってやってるんですけど、ね、うん、まあね、まあ、Nexus 7はちょっと試したいなっていうのはちょっと俺あるんだけど、実は。うん、Google が、すべてがここにあると言っている。はい。はい、どうですか？いや、俺は、まあ、だからもしよかったらそっちの方を俺は買いますよ。ほう。そんなもん。まあでも、ここまでさ、なんか、この、うん、なんていうの、マックに囲まれてるとさ、うん、あれがあるじゃん、やっぱり。まあね、相互互換性ってやつですね。シンクが、うん、はい、いや、それだって別にドロップボックスとか使えばいいだけの話でしょ、まあね、ワンクッション入るだけであって。そうっすね、うん、だから、まあさっきの株価の話で言うとさ、うん、だってそりゃ繰り返すけどさ、ね、上がったり下がったりするからっていう。なんかさ、例えばね、次出しましたと、うん、わかんないけど iPad 4とかを出した時に、はいはいはい、くっそダサいとかいやいや、これ全然なんかもう丸々に負けてるでしょうっていうのがあったらね、俺も決定だと思うけど、まあ今はそうでもないじゃないですか。そうっすね。以上。はい。じゃあ政治ネタでもいきますか。行こう。じゃあ最後一発いきますかね。はい、はい。狙いは新聞離れの若年層。日経がネイバーまとめに記事提供。ほう。まとめサイトですよね。はい、ネイバーまとめ。特典テーマに沿ったリンクや画像、動画などを集約してまとめ記事を作成できるサービス、ネイバーまとめにおいて、まとめ作成者に向けに日経新聞電子版のニュースコンテンツの提供を開始した。すごいね。ネイバーまとめ最近俺本当に使ってるんだよね、実は。面白いよね、あれね。日経のブランドが通じない読者を開拓したいと。ぶっちゃけ言っていいですか。はい。俺、生まれてこの方、一度も日経を読んだことないんですよ。すごいっすね。すごいっすね。就活でどうのこうのとか、はい、なんか日経の見方の本みたいなのあるじゃない。あるあるある。こういう見方をするんだよとか。うん、一切日経、一回も読んだことない。まあね。うん、必要ある、部署とか、うん、ビジネスで使う人とか、まあ、経営者は読んでるとか言うけどさ、っていう。ぶっちゃけさ、あれ何が書いてあるの？もう経済のことって一括りそうだと思うけど、細かいことは書いてあるよね。うん。普通の新聞とかよりかは経済系、ビジネス系のネタは豊富にはもちろんあるんだけど、うんうん、今となってはさ、うん、ネットで十分じゃね？ああ。
その経済のさ、感じのニュースとかもさ、ネットで拾えば拾えるし、だからといってその日経ネットの電子版の有料に登録するかっつったら、しないんだよね。その、例えば部署的に言うとどういうところが、いやいや、営業とかですよ、本当に。営業さんとかはやっぱりその、ネタとかで。ネタ？あ、こういう、こういうのありましたよね、とか話すときとか。とか、あの、最近こういう傾向があるから、うちのこういうのを使うといいよ、みたいな、そういうことか。なるほど、なるほど。まあ、あと、御社の記事載ってましたね、とかさ。そう、会話の糸口じゃん。まあ、そうよ。あ、そういうこと？うん、まあ、そういうこと。そういうこととしても使うってこと。ああ、まあね。一つの見方としてね。うん。でもね。そんなことなくても。生きていけるわ、生きていける人生だったわけなんですよ。はあ、はあ。なんかそういう人でもやっぱ見た方がいいの？いや、見たら見たで、多分、でも普通の朝日新聞とかでもいいと思うよ。あ、ほんと？うん。新聞という一つの、なんていうの、伝統じゃないけどさ。ああいうのはああいうのでいいと思います。私。あれでしょ？新聞協会が消費税、新聞にはかけるな。ああ、そうなんだ。新聞にかけると、また、その、新聞離れが起きて、文化が廃ると。アホかと。いや、別にね、俺、いや、新聞ちゃんとね、さっきも言ったけど、日経って読んだことないです。ね、他の新聞も正直ね、そんな読みませんよ。なんか大きいこと言えません。逆にね。ただ、そういう話じゃないじゃない？そうね。その、なんつうの、古いっていう言い方するのはあんま好きじゃないけど、で読みはなんかあるんだろうけど、ね、なんか、昔の既得権益層が言ってんなって思ってた。まあ、あの人たちは囲うの好きだし、守るのも好きだもん。そうそうそう。あれでしょ？あの、逃げれるぐらいの世代が頑張ってるの。そうね。みたいな感じですかね、G ネタ。はい。はい。じゃあ以上です。